はい、ということで、三国志3のゲーム実況ですね、始めてまいりたいかなと思っております。はい、とりあえず読んでいきますかね。中国史上最も長く続いた漢王朝が崩壊した時に歴史に名を残さんと広大な中国大陸を駆け巡った男たちがいた。めくるめく冊封、意表をつく奇襲攻撃、あらゆる戦略を駆使し、度重なる危機を切り抜け、中国統一の夢を彼らは追い続けた。これは果てしなく長い中国史の中でわずか100年にも満たない三国時代の物語である。はい、初めて読みました。なかなかいいこと書いてましたね。三国志3はですね、発売年が、1992年です。随分前のカセットになりますけど、本当にですね、名作だと言われて久しいというか、間違いなくこれは名作だと思うわけですけど、三国志3ですね、とても思い出の深い、作品なんですが、私、加瀬一介としてはですね、やはり中国という、そういう存在をですね、やはり随分気にしてきたものでもあります。で、その中国というものがですね、実際歴史においてどのような立ち位置にいたかというのは、皆さんも大方ですね、歴史で習うかと思いますし、三国志というのも中学の歴史の教科書にも登場してまいりますし、知ってる方は非常に多いですし、ファンも多い。そんな中ですね、私にとっての三国志というのは、やはりこのゲームの、それもこの三国志3というものがですね、一番のベースになっていますというところで、いろいろ、今回は初回で、チュートリアルということなので、何をチュートリアルするかといえばですね、まずは三国志3を全く知らない人っていうのは見ていらっしゃるかと思いますので、全く知らない方に向けて、三国志とは何かというところプラス、三国志3ってどういうゲームなのかというところも踏まえて、最初はちょっとお話し会というか、自己紹介というか、そういったところで進めてまいりたいかなと思っております。なので、これ見ていただいている方はですね、懐かしいなと思って、長年プレイした経験を思い出しながら見ていただく方が、基本的には多いのかなとは思いますが、まずはですね、第1回目ということで、ある意味こう0回目というそういうスタンスでですね、今回の、実況プレイはお送りさせていただこうかと思います。なので、まず新しくゲームを始めるというところで、中国の歴史に触れながらですね、三国志3とは何かというところで今回お話しさせていただこうかなと思っております。なので、まずは新しくゲームを始めるというところからスタートします。ちなみにですけど、このゲームはですね、なぜかものすごくですね、この操作スピードが速いんですよね、非常に。だから、一歩間違うと、別のところを押してしまって、そして、別のところを押したらですね、なかなかこう、最初からやり直すが大変なんで、ちょっと慎重に、新しくゲームを始めるというところからスタートしてまいります。はい。ここちょっと重要なところだと思います。チュートリアルにしてはですね、最重要と言ってもいいかもしれないんで、ちょっと見ていきますが、まずですね、シナリオ何番を選びますかということで、1から6まであります。で、この1から6までというのは、年数見ていただければと思います。もう完全に時系列になっておりまして、1000、じゃなくて、189年、反董卓連合軍の結成というところから始まって、6番の三国定律崩壊の予兆というもの、この予兆という言葉を初めて聞いたのは、この三国志3、私が当時小学校多分5年生だったと思うんですけど、初めてですね、三国志という、そういうゲームに触れたのが私が小学校5年生の時で、予兆という、そういう言葉なんかすごく思い入れにあるし、私が YouTuber 加瀬一介として予兆という言葉を何度も使っておりますけど、実はここから来てたりもするんですね。一つずつ見ていきます。まず1番のですね、反董卓連合軍の結成。これを簡単にちょっと解説しますと、当時、漢の時代ですね。漢の時代というのは前漢と、真ん中でちょっと反乱があって、その後また後漢というのが始まっておりまして、前後の漢が2つ時代があって、で、途中の、本当一過性の王朝は抜きにして、前漢と後漢という中での後漢の物語であるということです。で、漢の、
漢の開祖と言われるのは劉邦、高祖劉邦という人がいるんですけど、その人の時代が漢の時代で、その漢の時代の末期頃にはですね、まあ、もう国はもう朝のように乱れですね、歴史の中でも、かなり、まあ、歴史の、まあ、いわゆる変わり目というか、そういうですね、時代であったという時に、当時ですね、漢の都であった洛陽というその漢の都をですね、一気に陥落して、一気に大勢力に躍り出たのが人物がいまして、それが董卓であったということです。董卓というのは、三国志にも出てくる清涼という都市があるんですけど、かなり、まあ、西の辺境の地の、そういう人物であるわけですが、一気にですね都を落として、漢の、まあ、いわゆる、まあ、最大勢力というふうになるわけです。で、その董卓を、まあ、漢の時代ですから、その漢の帝がですね、この董卓を討ってほしいという、そういう令をですね、諸国に出しまして、で、その諸国民は漢の武将としてですね、その董卓というのを討伐する、そういうですね、まあ、時代に入ったということです。まあ、いわゆるですね、反董卓連合軍というものが、結成されるわけですが、その連合軍というのも、きちっとその自分は漢に仕えてる身であると、そういうなんかこう、まあ、義理みたいなのがしっかりあるわけではなくですね、董卓が、まあ、いきなりこう都を落としたわけですから、その、まあ、いわゆる戦乱の流れに乗じて自らも覇王になってやろうと、まあ、そういうですね、いわゆる戦国時代って言ったらもうそういうことだと思いますが、まあ、一発、まあ、ワンチャン天下を治めてやろうっていう、そういうですね、まあ、いわゆる豪族というか、まあ、そういう力のある人たちが、ひしめく時代の始まりの予兆があったという、まあ、そういうところですね。それが丸1番、反董卓連合軍の結成ということですが、この軍の結束力というのは非常に、中途半端な結束力であったということになります。で、2番のですね、軍友割拠乱世再びということで、この194年、つまり連合軍結成から約5年の間ですね、その間にはですね、各国の人たちがもうもろにですね、野心をむき出しにして、漢の後を継ぐのは私だとばかりに、世に、名乗りを上げたのがまさにこの194年頃の話で、このシナリオにおいてはですね、特徴的なのが呂布というですね、三国志のまさに、まあその世を彩ったですね、そういう人物がいるんですけど、その呂布が、独立した頃の話ということで、まあ、董卓を呂布が倒して、で、その後ですね、世の中の流れとしては董卓を討った呂布を討てという、まあ、そういうですね、時代に入るわけですが、呂布もむちゃくちゃな感じでですね、まあ、ボロボロ都をボロボロにして出ていくみたいな、そういうことになりまして、じゃあ呂布を討てというのがこの2番のシナリオになります。で、この2番のシナリオあたりからですね、袁紹とか曹操とかが割と力を持っていて、で、まあ、他の人たちもそれなりに強い国はあるんですが、まだまだ各国の勢力という感じで結構微妙な勢力の集まりとなっております。そしてですね、それからまあ7年経って3番ですね、宋孟徳の覇道を行くという、そういう状態になると、もうこれはもう曹操がもう手をつけられないぐらいのかなりの勢力になってきてですね、で、この曹操孟徳というのを何とかして止めないことにはですね、完全にこの世は曹操の時代になるんだという、まあ、そういう流れが3番になります。そしてその後4番ですね、地方の人諸葛孔明というところです。これはもう、三国志と言われる中の一番の、まあまあ、ポイントというか見せどころになろうかと思いますけど、いわゆる石壁の頃ということですね。石壁という、そういう戦いがありまして、
で、曹操の圧倒的なパワーをですね、なんとか食い止めようといろいろ画策をしていたのが、蜀の劉備と呉の孫権というところですね。この呉の孫権と劉備が手を結んで、曹操を打ち倒すというそういう流れになったのが赤壁の戦いという、まあ、大きな戦いがありましたよと。いうことです。まあ、これはですね、私が喋ってるのはあくまでも三国志演技の話ですから、史実がどうだというところまではちょっと正直あまり詳しくはないんですが、ただ、まあ、三国志演技というそういう物語においてはですね、赤壁というのは大いに、語られた物語であるというところですし、日本にもですね、多くのファンがいるというのは大体、そういうところかなと思いますが、赤壁の戦いといえば三国志の一番代表的なシーンかなというところですね。さて、その後ですね、まあ、劉玄徳、蜀漢を建国ということで、この時にですね、三国時代というのがもう明確に作り上がった頃というところですかね。ちなみに赤壁の時代の頃、劉備というのはたった三国しか国を持っていなくて、で、曹操が圧倒的に強くて、呉の孫権がですね、それなりの地盤があって、他にもちらちらというか、そういう程度の時代になっておりましたが、この5番においては、もうほぼ三国というものが明確に見える時代というところですね。そして最後6番の三国定立の崩壊の予兆ということで、まさに三国時代というものに陰りが見えてきて、いよいよ曹操を倒すことはもうできなくなってきたというそういう、まあ、シナリオになっております。ちょっと一気にですね、言葉で喋ってまいりましたけども、中身見るのがまあ一番わかりやすいんですけどね、ちょっと今回はちょっとそこまではチュートリアルせずに、まずはですね、今回私がこの実況でやっていこうと思っているのは、この一番の反董卓連合軍の結成というところで、曹操を選んでいこうかなというふうに考えておりまして、まあ、そこがですね、今回の実況の狙いというところになります。まずどういうふうに始まるかというところなんですけど、まずですね、このシナリオを選んでから、そのシナリオの中で、まあ、まさにですね、自ら自分がですね、この国の、まあ、君主であるというそういう人たちが、まあ、それなりにいるんですが、その人を選んで、そして選んだ君主がですね、その自分が治めている国で、まあ、軍事力を蓄えて他国を、戦略で倒していくというそういうゲームですね、まあ、いわゆるシミュレーションゲームというのはそういうことです。だから、まあ、歴史シミュレーションというのはもうまさにこの三国志シリーズがまさにそうなんですが、自分が君主となって、まあ、他国を倒していくと、自分の戦略で打ち倒していくということで、そういうゲームですから、まさにこの三国志が、その走りじゃないかなと思うんですけど、これだけ君主がいるんですけど、まあ、ここはですね、チュートリアル、まさにこう初めて見ましたという人にもちょっと説明がてらですね、お話しさせていただこうと思います。私が知る限りの情報でですね、いろいろお話していきますが、一気に全員の君主を紹介していきたいと思います。まずですね、一番最初のこの高孫さんというのは、まあ、今の北京があるところぐらいをですね、に拠点をしていて、非常に弱小勢力なんですよね。まあ、高孫さんイコール、まあ、雑魚というところなんですが、まあ、それ以上に言うところはありません。で、次にこの袁紹というのがいるんですけど、この袁紹というのは今の北京があるところですね、そこに拠点を構えている、かなりですね、人材をかなり囲っていて、まあ、北の名手の一人だという感じですね。そしてご存知の劉備玄徳ですね、この人は実は袁紹のすぐ下に、国を、まあ、一応持ってるんですけど、多分当時国があったというよりか、まあ、ちょっとこうフラフラしていたぐらいのものだったんじゃないかなと思われています。関と張飛がいますから、人材としてはかなり面白いんですけど、かなりの弱小勢力となっております。で、この横の関福という人もかなりの弱小勢力ですね、部下もほとんどいない弱い国の君主です。で、その下、孔侑と言います。この人は、なんか孔子ですね。かの有名な孔子の子孫だと言われているみたいなんですが、中国には孔子の子孫っていうのが山ほどいるんで、どこまで本当かはわからないというところですね。そしてその左の董卓です。この人がこのシナリオの、
ある意味主人公なんですが、この人が先ほど言ったですね、洛陽を、まあ、一気に奇襲で落として、漢の都を陥落させた人物であるというところなんですね。まあ、あの国も都を持ってますし、かなりですね、勢力としては、結構大きいんですけど、人材がちょっと微妙なというところですね。そしてこの人、刀剣、これは上州というところの君主なんですが、まあ、あまり強くはないです。人材も豊富ではないと。そして曹操ですね、この人は三国時代の、まあ、主人公というふうになるわけですし、今度私が選ぼうとしているこの曹操なんですけど、この人もですね、実際に人材がかなり豊富なんで、まあ、伸びていくよねっていう、そういう、まあ、君主なんですが、まあ、これはですね、詳しくしっかり後で見ていきます。そしてこの凶暴といいますか、この人はめちゃくちゃ弱いですね。雑魚ですね。この横にいるこの甲虫といいます。これも同じく雑魚ですね。その隣です。この劉陽という人はですね、太子氏というかなり強い武将をですね、抱えてはいるんですけど、この劉陽はかなり能力が低くて、非常に弱い、君主となっております。太子氏がいるというだけの君主であります。でその右に玄白虎と言います。この人も雑魚ですね。そして下の孫権です。これは、孫権、権力の権と書いて孫権の、まあ、父親なんですけど、この人は早めに死んでしまうのですが、その息子の、まあ、長男の孫策ですね。孫策がその後を継いでかなり地盤を築くことになります。で孫策もかなり早死にしてしまって、その弟である、孫権ですね。その孫権が呉、の、まあ、いわゆる、まあ、中心人物となって呉、という国を運営していくという感じになります。まあ、これもなかなかのシナリオがあるんですけど、まあ、今回はそこまで触れずにいきたいと思います。そして次、この劉表という人も君主としては微妙なんですが、人材もいないことはないんですけど、まあ、最終的にはあまりパッとしない君主ということになります。そしてこの人、炎術ですね。実はこの炎術というのは最初に紹介した炎章の、腹違いの弟という、そういう設定で、そもそも炎家というのは三国時代のかなりの名門ですから、かなり力がある人物ではあります。でこの人は、大したことはありません。でその隣の王老といいますか、この人も大したことがない君主になっております。でその下の劉煙ですね、この人は、都市成都というですね、まあ、後の蜀の、この時代を治めている人物になりますが、まあ、あの人材もそんなには悪くはないんですけど、まあ、実際にですね、この成都という国がある場所は劉備が最終的には治める地域なので、そういう意味ではですね、人材はいないことはないんですが、この劉煙という人には人材がついているわけではないという、そういう感じです。そして、次の馬頭ですね。この人は清涼という都市にいるんですが、もともとですね、この清涼というところに住んでいたのが、董卓で、その董卓が一気に都を落としたというところで、で馬頭と董卓の関係性というのはそんなに強くはないんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そんなにのつながりがあったのかなとは思います。で、まあ、注目としてはこの馬頭の息子で馬長という武将がいますが、この馬長はかなり強い武将になっていますよと。そして、まあ、せっかくですから紹介しますけど、新君主ということで自分で、勝手に君主を作ってですね、パラメータなんかも振り分けて、君主を作ることができるんですが、まあ、これは今回はスルーしたいと思います。はい、ちょっと一気にですね、簡単に紹介してまいりましたので、まあ、今回は曹操でプレイします。さて、でここでですね、一応、まあ、レベルなんかを設定しますけど、今回はまずは初級でいきます。で他国の戦争なんか見てられないので見ないと。でゲームモードはですね、これ仮想にしたらなんか武将とかがなんか全く関係ない人がこう現れたりするので、仮想ではなくて史実通りに進めたいと思います。すべてよろしいということで、はい、それではゲームスタートですというところで、今回は、ここまでとしたいと思います。さあ、一気にいろいろ話をしてきましたけども、こういう形で、実際には進めていくことになりますよということです。
また、ゲームの内容を詳しくはですね、またプレイしながらいろいろお話ししていきたいと思いますし、いろいろ見どころとか、こういうふうに考えてやっていくんだとか結構話すことありますから、まあまあ、長々となるかなと思います。おそらくですね、最後の最後まで行くのに、そうですね、まあ、今回は基本的には30分以内のプレイ、まあ、大体28、9分ぐらいで、ストップするっていうスタンスで考えてるんですが、30分動画で、行くところによるとどのくらいかな、多分ですけど、まあ、12、3回ぐらいで終わるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、どうぞ最後までお付き合いいただければなと思っております。まあ、今回はチュートリアルということでここまでにしたいと思います。ではまた次回以降の動画をお楽しみいただければなと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。